はい、1月15日から19日までは第69項キジ初めて鳴くです。オスのキジがメスを請うて鳴き始める時期、ケンケーンと甲高い声が寒空に響きます。どんど焼きですね、しめ縄などの、正月飾りや書き初めを小正月に高く積み上げて燃やす火祭りです。お飾りと一緒に燃やすことで迎えた年神様を天に送る意味が込められていますということです。このどんど焼きなんですけど、皆さんの地域ではどのように呼ばれてますでしょうかね。とんど焼き、私の実家は兵庫なんですけど、とんど焼きって言ってましたし、あとなんか地域によって道祖震災とか詐欺町とかいう名前の、地域とかもあるみたいなんですけども、まあ、でもする意味はですね一緒でして、しめ縄とかをねこう燃やして年神様を天に送るっていう意味だそうなんですけど、私の実家ではそのとんど焼きの、焼いてるところに鏡餅をですね持って行って、その、火で焼いたお餅を、まあ、次の日に、まあ、その炭がついてる方が灰というかですね、灰がついてる方がよくて、その灰がついた、お餅を小豆がゆに入れて食べると、まあ、その病気にならないっていうので食べてた記憶がありますが、皆さんのご家庭はいかがでしたでしょうか。なかなかねちょっとこう田んぼとかも少なくなったり民家がね立ってきてそういうこともできにくい世の中になってきたんですけども、こういうのもね、まあ、日本の伝統文化というか地域のお祭りなので、まあ、ずっと続いていけばなと思います。はい、それではですねだいぶねやっぱり寒い日が続いておりますので、皆さんもお風邪ひかれませんようにどうぞご自愛くださいませ。それでは失礼いたします。